よいしょ。よし。今ちょっとここで15分ほど昼寝してました。なかなか気持ちよく眠れました。コンクリの上だけど。さてじゃあ、上野村ふれあい館かなからようやく出発です。このお二人はずっと待たせて私は寝てました。ただ暑いな。暑いレストランがあるのか。これからまた暑いな。これからまた空が青いうちに峠まで行けるかどうか。今時間は2時半か。きついな。左でブドウ峠。あ、はい。何がダメですか。ああ。あ、いえいえ。あ、どっちに回すかって話ですか。そう、ロー側ですよ。ロー側を、ロー側をこっちに回せば、よっ、うわ、なんかちょっと失礼、なんかあのマークみたいな。だけど行き過ぎるとこっち側落っこちると超怖いから。多分輪行で曲げちゃいましたね。あ、輪行で、うん、
あの今日は初めからそうなんです。大丈夫です。お、早い。ああ、最初から雨よけがついてるんですね。そこまでしなくていいだろうって気がするんですけど、ボルトリーブってちょっとやりすぎる気がする。あと下からの泥にはなんか、あ、でもどっちにしろ入らないか。上から乗せるだけでちゃんと。そうなんですよ、これなんていうの、普段はこう下が爪が出てるんですけど、はい、これ持ってると上がってるからこう引っ掛けられるんです。へえ、超便利。バッグ自体の重さはどんなもんでしたっけ。えバッグ自体結構重いんでしたっけ。結構重いです。ああ、あの空っぽで結構重いなって気がします。防水は結構しっかりした。なんかアーツさん言ってたけど、これで乗りから登るとパンパンになるらしい、ええ、空気が逃げないんで。ああそんなに密閉性が高い。僕はまだ3回しか使ってないんで分かんないですけど、うん、お待たせしました。あ、じゃあで、うん、これ時刻峠の話だよな。ですよね、ですよね。実は今回ブドウ峠の通行止め調査はしてなかったっていう。大丈夫っぽいかったですよ。ちょっとあるんだろう。うん。調べてませんでした、実は。忘れてた。あ、そうだ。ちゃんと充電し、給電してるかな。わからんな。あ、そっか、そもそも充電これ出してなかった。よっ、これで接続。いやあ、これは9月の工事の予定の話でした。よかったよかった。迎える299ってことは時刻峠はそのうち、ええ、開通なんですかね。ていうか時刻峠いつまであの状態なんですかね。残り標高差が900ぐらいか。何時間で登れるかな。うん、ちょっと分厚い雲がありますね。
うわ、トンボがすごいな。ああ、もったいない。これ川の向こう道走ってきた方が良かったんじゃないかな。この先はトンネルと浮かえるかな。これ浮かえるかな。あのブドウ峠の表記初めて見た。漢字のブドウ峠漢字で書かれてるの初めて見ました。ブドウ峠弥生沢線っていうのはさっきコメントでみたいですね。さっきコメントでこの弥生沢線行ったらどうだって何とか言われてたんですけど、あ、そうですか。つまり短時間で登れるわけですね。
今上野村ではヤマメの里作りをしていますって書いてありました。さっき途中の看板にヤマメで村おこしってことかな。あ、これ群馬くんのあれですね。あれ？トンネルじゃなかった？川に降りられるんだこれ。これも一応こっち行こうかな。繋がってるよな。通学自転車だ。ヘルメットが入ってた。白ヘルが。オスタカの尾根。またなんかある。これも9月3日から7日までの全面通行止めの予告か。
結構薄くところあるな。あれ、これが塩地の湯か。塩地の湯でご飯も食べられたんだ。おお、こんにちは。そうですね、そこそこ涼しい。本当になんか食事は困らなかったですね。さっきと困ったし。こんにちは。しかもなんか結構あのツーリングっぽい格好の人が多いですね。あのメットとか GPS とかのあたりの話ですかね。確かシクロツーリストでしたっけ、あの GPS はあのあんまり好まない派もいるみたいなこと書かれてた。結構好み。こんにちは。なんか別冊作るんですよね。ブルベ。GPS 周りの話はね、あんまり言われなくなりました。でも編集長は若いんですか。30代。若い。それは若いですね。そうですね。何だったらあのカットしますよ。カット。この辺りのイベントは写真とかイベントのコメントに残らないから、後で探そうにも探せないですね。編集してる本人が全部見てられないです。だからもう単純にまあでも作品として編集するより は楽だと思うんで。
編集自体はそんなにかかってないんですけどね、エンコードとかにアップロードにやらたら時間かかります。でもまあ編集もそれなりになかなかその気にならないと進まないです。単純作業なのに。音と映像を合わせて問題があるところはモザイクかけたりスキップしたりして、で2、3違う音に切って、で写真を選んであちこちに置いて効果音を入れてみたいな、あのシャッター音を入れて、いやあれ今オンにしてるんですよ。聞かないんですよなぜか。あのイベントのあそこのところのリンクの URL の中身見ると分かるんですけど、あのフルスクリーンの FS イコール1は設定してるんですけど今。YouTube はなんか仕様がよく分かんないです。いろいろ機能出しててあるタイミングでバサッとかやってるんですか。どうなんですよね。お、あれか。よいしょ。あ、顔が全部見えないな。なんかあのちょっとの会見っぽい色してるな。左のやつとか。お茶飲んで、落ち着いた。これより上流はヤマメを制御放流してはならないってことか。さっき丸があったな。あれこれもブドウ峠の峠道に入ってんのか。さっき話が盛り上がってたってことは野沢さんもブルベされてるんですか。してないです。あ、そうなんですか。興味あるんですけどね。ええ、なかなか、でもやってることなかなか、やってることはほとんどそうですよね。今のこの往復200何十キロとか。今日はあれじゃないですか。ん？往復でだから250とか。そうなんですか。先週が200。私の昼寝の時間も入ってるし、さっきも話したんですけど、ええ、長野の人がブルベって参加できるのも少ないし。あ、そうなんですか。あんま意味ない、はい、長野はなんか東京の人間はこの長野の風光明媚な景色に行って帰ってきて300キロだけじゃないですか。あ、300キロかけて長野からどこに行くんだっていう話もあるんじゃないかな。なるほど。そんなぐるぐる回るわけにいかないし。そうですよね。
はい、これそうですよ。県内回って300キロ。無理やり何度も回って。私もよく、まあ、知ってる人に言ってた。山好きで。まあでも、ええ。まあ一筆書きすればいいわけですよね。あ、ちょっと曇ってきたけど、この状態のままでてっぺんに行ったら晴れてほしい。今基本的にはかなり、ええ、あの峠のすぐ近くです。多分長野県側に降りていく方向での1番目だと思います。確か長野寄りの方で撮影したような。でも記憶当てにならないな、全然10年前だし。で、ぶどう峠前来た時には、まあ1回しか来てないんですけど、登山の人から昼ご飯ごちそうになって、揚げ芋とか揚げ豆とかいただきました。定番の箱ですね、ホームセンター箱。どうですかね。前私は確か土日の日曜の方で帰りに通ったような。1日目どこ通ったのだっけな。多分松原湖に泊まったんだから延山に行った日かな。あ、駅の近く。水きれいだ。もう3時。まあこうなったら明日通る峠に写真を変えてもいいですね。いやどうせ透明の色は変わらないんだし。うまく写真撮れないな、ここからだと。ああ、綺麗。でもいきなり頭から飛び込んだら心臓麻痺起こしそう。絶対冷たい。お、
ですよ。青い。第二ダム、これダムか。砂防ダムってことかな。植物？なんて書いてあるんだ。お。あ。あそこで何が釣れるんですかね。あんな狭いとこで。ああいうとこいるんですかね。でもなんかさっきこっから上はもうヤマメの制御放流しちゃいけないって書いてありましたね。上の村はヤマメで村おこし。
結構バイクも来るのか。よいしょ。標高800、あと700。そろそろ日陰で休憩するか。ないな。あたりかな。ここで一旦休憩していいでしょうか。うまい。まだ670ぐらい残り標高差。確かにあんま全然ペース変わんないんですよね。これ峠の勾配的には確か。ああ、そうですね。あまり変化なかったですよね。登山か。あ、うん、巡回されてるのかな、違うかな。あ、ちょ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 、あ、やっぱきつい。もういつでも置いてってください。降りてから家まで4時間半かかるって、うん、うわ、でウスターからですね。ウスターから時間半で、もうちょっとかもしれない。まあ、ウスターから4時間半ですか。そうです。あ、こんにちは。あ、釣り。
この辺ヤマメではないんですか。ヤマメと言わないですね。ヤマメは結構これ3まで入っちゃうと話してないですよ。さっきなんかあの砂防ダムの下のあの溜まってるところで釣ってる人がいたんで、あんなところにもいるんですね。砂防ダムはねでかいの溜まるんですよね。あ、動けなくなって、うん、まあ、でかいっつっても30センチとか35センチ、でかい。ヤマメ岩なんで、ヤマメはやっぱもう30センチぐらいまでですね、でかくてもね。あ、いかがですか。いや、あのブドウ峠の方に。あ、そうです。頑張って。ありがとうございます。あ、ナタだ。春がいるんですよね。あ、そっか、こっちもいたっけ。この辺、この道で会ったことあったかな。サルカモシカはたまにありますね。私カモシカまとも見たことないんですよ。日本カモシカありますよ、ね、先週、須坂の方、長野市の、東の須坂ってあるんですけど、長野市のゴミ花粉高原っていう、こうそこの上りで、こういう津田りで、こう回ったところにちょっと行って、シーミが出てくるとこだったんですけど、私普通の鹿なら結構見るんですけど、カモシカって見たことないんですよ。一回だけ後ろ姿見たくらいで、少ないですよね、カモシカの方は。鹿はね、秩父とかでも、普通の鹿いっぱいいますよね。カモシカはなんか、この間、茅野の近くの山の中のダート通ってたらいっぱい見ました。鹿ばっかりでした。私あんな至近距離で会ったら本当初めて、すぐそれに言いました。いいな。まあ、でも熊とかの可能性もあるわけですよね、多分。熊だ。よし。うわ、めちゃくちゃ汗かいてる。とりあえず写真のことは、酸っぱいブドウをあらかじめだいぶ考えとけば。まあ、もともとサムネはある程度の口実ですからね。ブドウ峠はこっちから登ったことはまだなかったから、一応これでブドウ峠完全制覇。やっぱり両方向から的なのは、うん、なんかありますね。登りと下りじゃ全然違いますからね。あの山梨静岡の境の、あの三国峠ともう一つなんだっけ、あれは三国と、あの激坂で有名なところがあるんですよ。三国と明神峠だ。あ、はいはいはい、明神峠、はい、あれも山の中からと逆からとだいぶ違いますからね。山の中からだと 100m ぐらいしか標高差ないです、確か。で、反対側からだと標高差 5-600 でアベレージ 12% の。アベレージ12、ええ、本当にそういう坂なんですよ、あそこ。今度あれですよ、明神200っていうブルーベリー。また体に悪そうな。体に悪いって本当に。膝壊す人出るんじゃないですかね、あんまり急だと。私は明神は一回行ってこりました。もう一回来たからいいやっていうことで。フロントインナー使ってしまった。使ってなかったのか。さっきはギリギリでした。
お。あ、いいですね。本当に意外と通りますね。そんなメジャーな峠だったっけ。それか秩父方面に向かうルートなのか。でも自転車は違いますよね。でも自転車も藤岡ぐらいまでずっと下り基調だから、距離はあるけど割と行けちゃうもんですかね。なんか腐臭がする、何かが死んでる。多分鹿かなんかが死んでたんですかね。あ、ちょっと変わってっていいですか。
冷やした後、空気が熱い。冷やしを冷やした後で。今気温はそんなに高くないはずなのに結構体が熱いです。なんで11パーとかで途中ありました、うん、これに出てるあれですよ ね、気がつかなかった。蚊がすごい、ね、うん。そこ の水が落ちてるところ結構買いますね。今日ちょっと足伸ばして柵の方の徒歩宿とかちょっと考えたんですけど、考えなくてよかったです。決めなくてよかったです。小店に出てから30キロ、2、30キロぐらい走ったところに徒歩宿があって、1泊2食5800円なんですけど。そこは何かいいんですか？まあ徒歩宿っていうんで、ユースホステルなんかと同じノリです。北海道は徒歩宿っていうのとユースホステルが同じぐらいの数あるイメージですね。ユースと、ひらがなで徒歩。ええ。徒歩って徒歩。ウォークの徒歩だと思います。徒歩宿っていうのは北海道にほとんどあって、分布的にはまあライダーハウスとかと似たような感じで、北海道だけいっぱいあって、本州にはどのぐらいのかな、10軒もないぐらいです。野辺山に、ええ。わざわざその徒歩宿とかで検索しないと出てこない感じですね。そうですね。普通の宿としても出るのかな、検索で。じゃあこうロムさんはこうライダーハウスないかな、ユースないかな、普通の安宿ないかなみたいな感じのレイヤーで検索してみるもんなんですか？そうですね、徒歩宿もただまあめったにないんで、思い出した時にちょっと見るぐらいですかね。この近く結構密集してる方で、野辺山と柵にあります。あれ柵平と柵って違うんだったかな。野辺山の方はコッツァンチって言って、コッツァンって人がやってます。前行ったらなんか高校生が、岐阜かどっかから来た高校生が野辺山の天文台に、公園に来た先生についてきた高校生が泊まってました。で、コッツァンと本気でオセロ勝負したりしてました。
顔が音しかしなくなったな。一応まだ見えてるかな。曇ってんな。おう、おっと、よいしょ。もう少しで線。
長野県のどの辺っていうのは記録されても大丈夫な情報ですか？え、長野県のどの辺から来られてるかっていうのは、はい、まあ、大丈夫ですね。長野市って広いんで。あ、市内、長野市内ですね。市ってどっからどこまでなんですかね。またあちこち合併してでっかくなってるんですかね。戸隠とか木なさとか。木なさですか、親木の。あの辺も、はい、あの辺も長野市ですよ。そうなんだ。え、そうなんですか今。そうです、もう合併しちゃって。木なさ村だったのに。長野市木なさ。あら、えらい広さですね、ええ、静岡市より広いんじゃないかな。大岡村、あ、そうです、あの辺長野市になってて、そうです、あの辺も、あの辺がホームコースですけど長野市大岡村、へぇ、あの、何でしたっけ、アルプスの見える公園です、はいはい、はい、展望公園、はい、まあ一応行っとこうと思って、ね、頑張って行きました。あの辺はね、地元はみんなあの辺はしてますね。やっぱ景色がいい、いいですよね、はい、一応それなりに良くて、車も少なくていい。あと木梨の西側が峰方峠でしたっけ。ああ、そうですね、木梨さん、白沢峠っていうのを越えると、あ、でしたっけ、です、あ、あちらは、ね、あ、トンネルが峰方トンネルなんですかね。トンネルを越えたらすぐなんか絶景みたいな、白沢峠です、ね、あそこ一番有名、あ、あれは白沢峠でしたっけ。白沢峠って一応名前ついてるんですね。ここにも出てないんですよ、あの辺地図見ても名前載ってないし、地元の人は白沢峠、確か自転車雑誌のどれかツーリング系のやつでベスト峠に選ばれてたような。あの辺は春先行くとやっぱりいいですね、うん、雪山が。木笠とか小川村とかね、はい、あと大岡とか、あの辺がやっぱりアルプス見るのが一番いいですよ。アルプス見ながら走る、小川村がやってるあの古民家系宿みたいな、村がやってるのがあるか、絶対このとこだった。皆さん、南かなんか、そうですね、うん、南側の一時で、うん、オリンピックゾーンできたから、はいはいはい、結構一番いいんで、うん、絶対白馬行くんだ。エリア、地元の人じゃなくて意外な人が詳しかったりする危ないエリア。いや、なんか、いいですけど、そば美味しい。あ、私はあそこで食ったおやきが一番うまかったですね。有名店ありますよね。え、何ですか？あの、木梨さんのおやき、はいはいはい、なんとかって店が。現代風にしてあるのかもしれないですけど、やたら美味しかった。あ、標高線越えましたね。じゃあ100ごとに休んでいきますか。その辺なんか影が濃いので、ちょっとこの辺で休ませてください。よいしょ、うん、あのロングライダースですか。木崎湖とかあの辺のイベントはそうです。あそこにいっぱい置いてある。なんで木崎湖に。なんかアキバックスさんとかあの辺りのところがあそこ大好きらしい。へぇ、アニメ。あれあそこの舞台は木崎湖、先生のアニメとかありますか。なんかこの間もなんかオフ会的なのあったんです。自転車のアニメ、アニメ化されてるのって何かありましたっけ。
しか行ったことないんで結構詳しいわ、佐々木くんで。コモさんってコミケあるんですか？いや、ないですね。なんかコミケってなんか趣味的な日があるんですよね、3日の日って。え、日によって違うんですか？違う、違うんです。あれ毎日違うんですね。よく知らない。確かそうなんか、うん、で、あの、いわゆるなんか、あのコミケっぽいのは、1日目、2日目か、3日目の半分は確か趣味的な。なんか全部一緒くたにやってるんじゃないんですね。鉄道の本とか、銀河の本とか、そういうのばっかりみたいな、エリアがあって。なんか自転車の本も結構いっぱいあるみたいなこと、あつさん放送でしてやってましたよね。ああ、そういう日があるんだったら、そういう日はどうだろう、他の日に比べると少ないじゃないですか、人は。そんなことないですかね。それでもすごいですよね。じゃあ真冬も。なんかコミケってその手の本のイメージしかなくて。行ってみたくはあるんですよ。だからそのなんか、旧街道とか道路とかダムとかそういう系の話とか、土木系の感じで。なんかそういうのって、なんか、IT 関係とかコンピュータ関係、でも東大コンピュータクラブとかそういうところがバンバンバンと出してますから。何言われちゃう。よし、じゃあ、よし、コミケの、コミケブレイク。でも夏のコミケは、まあ、自分も行ったことないんで、あ、そうか、確か冬もやってるんでしたっけ。冬もやってる。年末あたりに。そうそうそう。夏だと言ったら、なんでそんな偏ってんだっていう感じもあるけど、他の展示券もない。そうだ。なんか峠の特集やってるような同人誌的なものはないですかね。でも確か駅根とかはそういうのでやってそうですね。あれじゃない、あの蕎麦野さんの初コミケで、なんか全部いっぱい買い込んでた、その鉄的なやつを。コミケは、あの、今度はしすぎてコミケ雲ができるってなって、汗が蒸発して、うわこいつなんて言うんだったかな、群馬のゆるキャラ。おや、これはそうだっけ、覚えがないです。なぜ砂利道、あれ続いてる。いや、剥がしてあるだけじゃないですかね。工事中なんじゃないですかね。あれ、まだ続いてる。
まだ復活しないか、舗装が、舗装が。しかしこれはもう本当に舗装し直しみたいな路面だな、舗装し直す前みたいな。あ、復活してるかな、してないかな。多分これ剥がしてありますよね、一遍。え、少なくとも舗装直前みたいに見える。お、どうかな、復活したかな。うん、舗装路かな、よし。やっぱ転がり抵抗少ないと楽ですね。前マウンテンバイクはこっち、やっぱこっちの方が軽いですか？多少は差はありますけど、実はタイヤはマウンテンバイクで 1.25 インチ履かしてた時よりは若干太いぐらいなんですよ。でバーエンドバーも移植して、でサドルも移植したんで、あんまり違和感なくなってます。立ち漕ぎの時にサスペンションのバネが効いてないのが分かるぐらいですかね。あとフレームはちょっと大きめです、これ。あ、日が出てきた、やだな。もう少しで1100。
よし、じゃあこの辺りでまたちょっと休憩を、はい、よいしょ、ふう、結構急ですね、ここは。1100、お、今一瞬休憩せずに行くのかと。でもゆっくりでも登り続けてた方が楽だって人いますよね。僕あれとこうですね、うん、私の前一緒走ってた友達も立ち止まる方が後できついって言ってましたね。なんか本当はもうちょっと頑張るんですよね。うん、そう、自分の頭の中でのその苦痛の敷地をどこに置くか。目を閉じて見てなかった、あと結局3回ですね、400メートル。そうですね、私もそれ計算してお茶足りなくなるなと思って。ギア使い切った。雨ですか。夕立可能性がある。ああ。私もウィンドブレーカーしか持ってきてない。一応荷物のカバーを持ってきたんですけどね。どこかはできてるな。
もうすぐ4時か。ここからずっとつづら折れというかぐにゃぐにゃしてますね。そう、じっくり負荷を味わいながら登るみたいな。峠を。ちなみにこのペースでぐるぐる完成できます。松姫だからこの間のあれがあるからもう絶対完走無理だろうと思ったらできましたよ。このスピードの分を平地で稼げるってことですか。まあ、そんな感じですね。下りと平地で、自分下りの苦手なんで、うん、そうですよね。下り早くの、あのスピード出してないですよね。下り35とかしかないですね。上から下まで。ええ、で大月降りて新日向を通って、ああ、さらに越えて、でも寝かんで帰ってくるみたいな。なんか荷物がすごい。こんにちは。こんにちは。おお、すごい荷物。あ、向こうですか。だってカバーしましたよね。ですね。そうか、下りで雨だとロードの場合ブレーキも結構影響しますよね。まあ、こっちもそうですけど。こんにちは。多い。自転車多い。松姫峠級じゃないですか、人の多さは。いや、もう無理よりか。こんにちは。4時になった。ブドウ峠林道。下仁田から林口ぐらいですよね。夜走らないとすれば。綺麗。下からかな。
なんかちょっと明るくなってきた。まあ見てる方向だけですかね。なんか妙に静かになってきたような風もないですね。セミとかの声も全然聞こえてないし、あ、そうですね、川の音もしなくなってるんだ。1200か、いや1200なりました、なりました、もうなりました。今の 100m 結構あっさりでしたね。あれ私だけ1200じゃん。どこもあります？はい、あ、マップファンダウンロードしたんですね。あ、しました。あれ念のため使えないですよね、なんか検索できないの痛いですね。地図はあっても距離が、ルート検索できないんで、もうちょっとローカルに機能つけてくれないと本当に地図だけになりますね。紙地図と一緒。うん、あ、どっからどうつながるか。ちょっとあと何キロか分かんないと、ね、やっぱないところとはいえ、ね、辛いですよね。うん、そうですね。確か前から不思議なのが、 iPhone のネイティブのあの Google マップアプリの縮尺はなぜ出ないんですかね。あれって何か意図があるんですかね。左下にスケールが出ない理由は何か。ねえ、ラボ機能あるじゃないですか、ベータみたいな。 ねえ、あれでいくつか機能を足せて、それで縮尺はありますね。なんか出すのに全く負荷なんてかかりそうにないし、
ゼロじゃない、何しても。全然マップ、うん、Google じゃなくなるんでしたっけ、確か。絶対この辺適当ですよ。うん。そうですよね。じゃあ、よいしょ。着くのは4時半過ぎぐらいか。明るいことは明るいけど、青空の写真撮れそうにないな。動画から文字起こしとかってできました。文字起こし？要するにあのイメージ検索は今もう単語名とかで人の顔とか出てくるじゃないですか。ええ、それと同じようにこうマップファンクソとか検索するとロボさんの動画が出てきてしまうとか。ああ、なんかあの音声を字幕に起こす機能ありますよね。ああ、ありますね。ただまだ面白おかしいレベルです。今ニコ動にその YouTube の、 あの字幕作成機能のネタ動画結構上がってましたよ。こういうのを言わせるみたいな、そういうこと。いや、あの面白おかしい文字列にしかならないんですよ今の機能だと。でもあの程度だとマイクロソフト の、 あの直訳のやつが面白かったですね。あの、なんだっけ、宇宙典型データベースで断続的に高周期が発生コスモスリなんとかデータベースでがあのハングするっていう話でハングで高周期だからハングって文字列が入ってるタイトルは全部高周期なんでめちゃくちゃ不穏な翻訳になってるんですよ。大体何とかした後に高周期が発生するんですよ。だいぶ涼しくなってますよね。最初の暑さに比べたら。そうですね。なんか負荷下がってるような。ブドウ峠が地図で見えてきた。
Z さん今取り込んでる地図はヤフーの方ですか？いや、国土地理の。東高線もやっぱり国土地理の方が気になる。何の場合ですか？東高線が。東高線。私はヤフー。うん、私は結局32ギガのマイクロ SD にそれぞれ全国版入れ終わりました。はい、それ起動どんなから1分以上かかってますね。あれもあれですよね、時間電池持つから別に1回入れたら付けっぱりいいんですよ。そうですね。うん、嘘、まだ地面に残るほどじゃないですね。関東甲信越ぐらいかな。あとやっぱりその GPS の回の時にいろんな端末比較したんですけど、ロボさんの eTrek30 が、アップアップダウンの地図と、あと TK なんて言われてたっけ、 TKA でしたっけ、 A でしたっけと、国土地理の入ってるのと、何でしたっけ、無料のやつ。ウィキーマップじゃなくて、なんかオープンソースのやつですか？オープンソースマップ。なんか 4台ぐらいこう比較とかできる。すごい環境だったんですよ。すごい、ブツがあるっていうのがすごいな。物があるのが。まあ、TKA のやつはすごく早いですね。画像なんて最適化されてるらしくて。TK のやつはそこそこ値段しましたよね。で、アップアップダウンと同じだよな。でしたよね。で、日本語出るの、英語版の出るのか、まあ、画像だから。ああ。東京線がないんだっけな。でしたっけ。まあ、総合的には、これになっちゃうかなという。国土地理院。このツールのサイトに、これ今ルート情報出ないじゃないですか、ルート情報も入れ込む方法みたいなのが一番下に書いてあったと思うんですけど、ありましたっけ、ありました、やってないですね。やってないです。あれを やるべきかどうかちょっと待って、入れとくと別に、リルートとかしなくていいんですけど、曲がるポイントでここを右だっていうのは指示は出してくれるので、ブルーで的にはいるのかなと思って、コマズ的な使い方ですね。まあ、あれ割と試行錯誤がめんどくさいですよね。時間かかるし、まあ、とりあえず詰めて全部やってしまいました。よいしょ。
写真撮ってないな今日は。なんか体の調子悪いと撮る気が失せます。確かに家では3時間寝てないぐらいですけど、途中電車の中でだいぶ寝てきました。いや、あの鈍行です。八高線と高崎から乗り換えですね。いや、あっという間でしたよ、寝てたから。それで10時だったんですよ、一番早いやつが。前この三河スーパーリンドっていうの来た時には気合い入れて始発で新幹線で来て8時台にスタートしてましたけどね。その時は確か稲城に住んでた頃じゃなかったかな。あ、そうか、今中山からだったら9時台なのかな。いや、8時台可能だったような。お金を倍出せば。の旦那が富岡なんですよ。なんかそれ前聞いたことある。そういえば、あの下田ネギがどうとかねえという情報が今来てるけど、あ、そうそうそう、あの東新電鉄沿いの旅の時とかに行ってましたよね、多分ね。もう地元の人も、今日あの僕新越線から来たのはその人のアイデアで、地元の人も上新電鉄やっぱ高いからもう、でみんな車でもう新越線の駅に迎えに来てもらっちゃうんで。そう、新越線は普通なんですね。まあ、まあ、なんでしたっけ、急行電車外れるとちょっと高くなりますけど、うん、高崎下仁田1000円オーバーですからね、1時間で。毎日乗るわけじゃないんだよ。お、もう1300なる。まあ、一応じゃあ休憩。はい、ちょっと迷ったけど、まあ、よいしょ。不規則な形の実が。追い抜かれる後ろ。お、こんにちは。かなりタイヤ太いですね。なんかタイムラインの雰囲気的にちょっと MTB 復権気味じゃないですか最近。え、そうですか。なんか、うん、なんかみんな結構石川さんとかも乗り出してるし、あ、なんかいっぱい皆さん乗る。でもそれはマウンテンバイクらしい乗り方をするためですよね、きっと。そうですね。確かに最近欲しいですね。なんか欲しくなってきてますよね、みんなね。確か、ハーツさんが放送で、放送だったかな、そのダウンヒルとかそういう系のなんか大会出たいみたいなこと言ってましたよね。ちょっと怖いね、やっぱりクロスカントリーから。いや、僕はなんかこういうとこ乗るときとかでもなんか面倒くさくないので、人でいいっていうのはあるかなと思って。ね、ちょっと、やっぱプロテクターぐらいね、最もちゃんとプロテクターね。よいしょ。そうですね。なんかあれですよね、別のスポーツを、始めるのと同じですもんね。普通の人から見たら同じ自転車だけど。でもロードの世界だけでそっち来るって言われちゃうもんね。
なんか膝がちょっと痛いような気がする。なんか膝の周りのこの辺りが、なんだろう。ポジションは決まってんですかね。まだ調整ある。ちょっと今サドル低いかもしれないですね。あ、そうだ。その辺りじゃあ調整しときます。はい、ちょっとすみません。大ゲラ？キツツキですよね、あの色は多分。珍しいな。大ゲラっていうのかな、赤ゲラだったかな。これはこれキャリア締め付けてる状態だとあんまりこっち緩めてもあれ、B、ん？これですか？はい。いや、コンポです、コンポ。あ、アリビオですね。アリビオか。マウンテンバイクで、アセラ、アリビオ、デオーレ、上から2番目、XT で XTR。昔はアリビオだって割とエントリーのについてた気がするんですけど、最近は、アリビオですら、8万円のクロスバイクでようやくついてるくらいですね。よし、ちょっとこれ。下から2番目です。ええ。あ、上がデオーレですか。デオーレが真ん中で、デオーレ、アリビオ、アセラっていう。あ、私が初めて乗ったマウンテンバイクは4万円でアセラついてたんですよ。今は6万円でもアセラがついてるかどうかぐらい。アセラの下にもまだあるんですよ。うお、ちょっと上げすぎたかな。よいしょ。え、何？ああ、すいません、よくやります。2センチとか上げたらかなり違いますよね、これ。今1センチぐらいしか上げなかったつもりなんですけど、あ、でも届かないことはないな。あ、これはこれで試してみる価値はありそう。1センチは間違いなく上げたと思います、今。ちょっと低いかなと思いながらずっと使ってたんですよ、最近。最近っていうか、この間調整してから、キャリアつけてから。ああ、楽になった。膝の前が痛いとどうで、ええ、右が痛いとどうでとかいうテンプレが2ちゃんにあって、2ちゃんのどっかのテンプレがあって、ええ、僕が一番今有用だと思って、2ちゃんのレスはそれだなと思って、レストレスを上げる人はそれかな。それぐらいは今日すぐ出てくる。私は今前方が痛かったです。でもポジション変えたらだいぶ感じなくなった。ああ、しまった、さっきの鳥の死が見るの忘れてた。ああすぐ忘れるな。今この辺り、今鳥が飛び込んだんでやっと思い出したんですけど。はい、
あ、勾配が。本当はパラパラ来てますね。かすかに雨粒が見える。しかし日は照ってる。なんか通ってきた向こう側えらい雲。X バンドだと降ってるとこは分かっても降りそうなところは分かんないんですよね。なんか突然頭の上に真っ赤なエリアが現れたりするから。ね。ああ、そう、結構ないところありますよね。あ、でもあれです。近いうちに動かすんですよね。なんかアメダスはあれは雲見るんでしたっけ？あれも降水量でしたっけ？アメダスは降水量。これは百葉箱データじゃない？実際に受けた量を測ると、あれ？
よっと。峠ですか。そうですね。じゃあとりあえず日暮れまで待ってみてから。ついと思ったら、どうだろう、あそこ天気。じゃあラス休憩で。だと思います。なんか天気いまいちですね、あっち見たところ。あの辺り、多分あそこが尾根のはずなんで、うん、あ、でもさすがにこの一口当たりない。茶的の美味しさはないな。ふう。なんか日が照ってると分かりますね、雨が落ちてきてるのが。少しママチャリっぽい音がしませんでした。なんかしましたね、今一瞬。感じ無理かな。こんにちは。本当多い。松姫峠よりも多い。かもしれないですね。あれ？その時全然いなかったですよね。お、結構来ましたね。やばいな、GoPro やばい。こんにちは。こんにちは。いや。なんか峠でするんだったら今やっといた方が。ねえ。的な天気じゃ、こっちと向こう。まあ向こう見てから。
まあほぼ峠です。ね。武藤峠の日は確かあるんじゃなかったかな。ね。マイペース。マイペースというのはゆっくりという意味では。自分のペースですからね。ああ。乗らんぞ乗らんぞ、逃げには乗らんぞ。逃げってこっち今一人だけど。うわ、結構来たな、やばいな。GoPro 本体には欠片も防水性はないから。うわ、あっちゃやばい。これはやっぱ対策しなきゃダメだな。いや大丈夫かな。いやさすがにまだ元取れてないから。よいしょ。防水ケース、ヘルメットに防水ケースを固定するバンド、まだ松葉当たってないか。あ、充電できてない。どっちしろ止まってしまうとこだって危ない。GoPro 本体を簡易マウントから外して、そうだ、ちょっと音 GoPro 本体の音に切り替わります。余計に汚れたの。で、ここにマウントして、
か音声を PC 側で撮らなきゃいけないんだ。音声スタート。で、PC 側にも給電して。やっぱ若干重くなるな。あれ、充電できてない。あれ。給電できてないのかな、これは。直接刺そうよっと。これどうだ。よし。延長ケーブル越しに充電はできないのかな。だいぶお二人待たしてるな。